こんにちは、ジョカです。もう暑くないですか？暑いですよね。だいぶ5月に入ってで、だんだん一重になってくると思うんですけど、もう私は割と一重を着てます。もう暑いので合わせは割と暑がりで、で一重っていうのがちょっとお話あれなんですけど、わかりますかね。合わせだとここの裏地があるんですけど、裏地がないタイプ、こういう風に裏地があるんですよね、合わせの着物って。だけど木綿の着物とか紡ぎの着物も一重の場合が多いです。裏地がないですよね。これもちょっとおばあちゃんのお下がりです。これも裏地がありません。こういうのをだいたい6月9月が一重って言って着物のカレンダーではなってるんですけど、もう暑くて私は結構木綿の着物だったりもう一重着ちゃってます。でもうちょっと暑くなってくると7月8月は夏の着物になります。で夏の着物って浴衣は皆さんあるかなと思うんです。これももう結構前に10年20年前ぐらいに買った着物、浴衣です。これとかあとはちょっとシワになっちゃってるけど、おばが作ってくれた浴衣ですね。和裁をしてるおばが作ってくれた浴衣です。ちょっと可愛いんですよね。昔はもらった時はなんかあんまりなと思ってたけど、この赤と紺が可愛いなって。でこれがもうザ浴衣な感じですよね。でザ浴衣な感じは浴衣で着てもらった方がいいんですけど、ちょっと着物っぽい浴衣は着物風に着るとなんかちょっとワンランク上な感じです。お祭りとかでも夏着物っていうのがあるんだけど、浴衣風に夏も着ちゃうとワンランク上で、ワンランク上はこの長襦袢の襟をつけちゃう浴衣に、それだけでもちょっと感じで着物風に襟をしちゃいます。そして帯揚げと帯締めもすると、そして足袋も履くと、レースの足袋なんかを履いちゃうと夏着物として可愛らしい感じに、ちょっとワンランク上になります。で夏の着物っていうのがその7月8月で、私は持ってるのは、ほんと3着 ?4 着ぐらいなんですよ。自分で買ったものと、お友達からいただいたもの。で、これは多分楽天かなんかで買った夏の着物です。夏着物セットとか検索すると結構出てきます。帯と着物。のセットがよく出てくると思います。こういうちょっと見えますか？ロって言って線が入ってるんです。もうスケスケの着物なんです。めっちゃもう透けるでしょ。浴衣よりもスケスケなんですよね。こういう着物が4着しか私は持ってないので、このちょっと私的にカルピス柄って言って。カルピスみたいな七夕柄と、あとはなんかリサイクルで買ったといただいたやつかな。これはもう綺麗ですよね。柄が綺麗だ、絵が綺麗です。で帯も3つしか持ってないですけど、これも夏用だとこういうもうスケスケなんですよね。こんな感じで
も涼しげですよね、見た目も。これもいただいたものです。涼しげな帯です。これを合わせて長襦袢もロとかシャとこういうちょっとスケスケの長襦袢を着ます。で、襟と帯揚げもこんなちょっと分かりますかね、線が入ったこれは帯揚げです。で、襟もいろいろですよ。と、可愛いなと思って前買ったやつ。カニとか、なんか夏っぽくないですか？海の感じが、貝とかね、ヒトデとかが入ってる。夏っぽいやつとか、もう真っ白のもある。7月、8月はこういう襟で、可愛らしい感じですね。で、帯揚げも、ちょっとトンボとか入ってます。帯揚げはでも夏用は2つしかないかな、私。あとは浴衣で結構乗り切ります。で、帯締めに関しては、帯締めは季節ないんですけど、ちょっと細めの、こういう帯留め用の三分紐だったり、私がやるのは、こういう感じ。これは夏用の帯締めです。ちょっとスケスケで涼しげですよね。これも夏用です。これもセットで売ってたりするかな。夏用の、多分私夏着物セットで買った時に帯締め、着物、帯の3点セットであったような気がします。なので私の夏自宅は浴衣もしくは浴衣を着物風に着るか、7月8月になるとこういうスケスケの着物で乗り切ります。皆さんは夏も着物着ますか？浴衣着ますか？ぜひ夏も着物を楽しんでみてください。